の澤美優です。 DVD をご覧になってくださった皆さんありがとうございます。月野さん、お別れだね。あれもすごかったね、初めてのすごいびっくりしたね。そう、びっくり。あんなにこう衝撃がね、ちょっと思わなかった。ね、スタッフの皆さんがね、楽しかったんだよね。うん、そう。これはみんななんだっけ、監督が大賞を引いて、カチンコもやって、そうカチンコもやって、松村さんが助監督だ。そう。松村さんがやってたんだっけ。あ、松村さんがやってたんだ。そんで監督がカチンコだ。松村さんあれもやってなかった。ホース、ホース水撒いてた。私はインストンだけ本当に変顔だったよ。本当に真剣なんだよ。もうどうしちゃったの？えって顔なのにこうニヤついちゃいそうだったからね。すっごいはよーとでもあれも本当流行流行語しっかり、はい、流行語でした。逃げても無駄よ。あ、初逃げても無駄よだ。ありましたね。こっからハマったね。ね、いっぱい出てきたよね。うん。あれ？昨日とかも言ってたんだ私。言ってましたね。ちょっとこうやってやってました。これみんなハマったよね。ね、お決まりになっちゃうしね。ね、監督から生まれたんだよねこれ。そうだっけ？台本にないよ。そうなんだ。なんでこんなことしなくたって友達じゃん。衣装替えでですね、こう衣装を変えてる時にこうアミちゃんが席を外して私向けの顔の私のアップを撮ったんですよ。そしたらですね、なんかこうこういう掛け合いで寂しいこう悲しいシーンだったから、お互い気持ちを込めて言おうって感じで、私もアミちゃんを撮ってる時めっちゃ真剣にやってたのに、アミちゃん衣装替えで亡くなって、あのアミちゃん、あのもう一回さっきのセリフ言ってくれるっつって、こう自分が撮る前に気持ちを入れようと思って言ったら、え、待って待って、ごめん忘れた言われて、すっごい困ったよね。それでもっと自分の気持ちが吹っ飛んじゃって、気持ちがなかなか入れられなくて、すごいそういうことがありました。すいませんでした。アミちゃん大丈夫？アミちゃん、ママ大丈夫？アミちゃん、アミちゃん、どうしよう。うわっ、6話バスケがさ、そう6話バスケがあった、ね、まこちゃん登場。そう、特技です、バスケ楽しませていただきました。ね、うまかった本当、うん、見るよ。楽しかったね、あの撮影もね。楽しかった。なんかね、肘打ち食らってんのか食らってないのか分かんない。やったよ肘打ち、当たったのちょうど、しかも本番で自分が痛かったんだね。そう言ってた。痛い。ガン。カット。痛い。すごいな、ね、この辺の骨に当たったの。ね、痛かったと思う。全然プレイしているわけじゃないじゃん。うん、だから映像でちゃんとバスケをしているように映んなきゃいけないから、普通にはできないんだよね。ああ。普通にバスケをするだけじゃやっぱダメなんだなって。思いました。三日月と勇気の戦士セーラージュピター、
木製に変わってお食器だ。6はすごい。まこちゃん一人で変身して一人ですごい。さすがまこちゃんだよね。一人にやっつけちゃったんだよ。すごいよね。すごいよ。まこちゃんは違うクラスなんだよね。本当に学校で会うことないね、うん、あんまり、うん、何組だろうね。仲良くやってんのかな、まこちゃん。ね、本当だよね、うん、あみちゃんと一緒屋上で食べてるのかな。そうかもね。あったじゃん6話で。まこちゃんの料理上手ってあんま出てこないね。ねえ、最初だけお弁当ないの。ねえ。行ってないんだ。もう大変だったんだから。遊園地か。遊園地。乗りたかったジェットコースター。ジェットコースターはすっごい楽しかったの。ジェットコースターこういうやつ最悪。乗りたかった。もう本当に怖かった。で自分が犬に出したのよその時。なんでレイちゃんってやった時にそのレイちゃんが速くて、もう一回テストで一回やって、テストもやんなくていいのにね。もう私あれ腰抜け状態だったの本当。もうレイちゃんっつってはぁってなって、あんまつけないけどあれを続けるじゃん、お芝居でこう持ち上がって立ち上がって降りるので、あ立ち上がってはいカット。もうほんと力抜けた。ほんともうあれは一生乗りません。菊畑さんだから元木お兄さんなんか抜けてるじゃん、ちょっとちょっと間抜けキャラだったり面白いキャラだったり。でもあの7話のボート乗ってる時は巣に戻ったの。あの水をこうかけたのよ、うん、で水が見えないから結構かけてって言われて結構すくってかけたので、水たまりが見え、水が見えかかって汚いからすんごいちょっとね、おいとか言われてて、やめろよみたいな感じ。本当ほらうさぎちゃんとか感じなのに巣に戻ってた。これ怖かった。怖いね、ほんと怖い、ほんと怖い。普通に怖い、すごい怖い。もうこの時点で怖い、なんか、うん、えそんなに怖い、この怖い怖い邪悪な微笑み。でもすごいね、ジェダイとのピアノ。あ、間違えた。ゾイ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 サイトだ。ジェダイトは別に行かないよ。昨日は参ったな。あんなこと頼まなきゃよかった。まこちゃんとレイちゃん、あんまり相性良くないのかな。なんていうか、距離感が違うだけなんじゃないかな。仲間に対して。難しいことわかんないよ。ただみんなで仲良くやりたいだけ。宿題の問題集進んだ？頑張ってる。絶対のこの子欲しいもん。美奈子と握手できるかもしれないし。クビ？違うよ、もう一回せーの、クビ？もう違うよ、もう一回せーの、クビ？もう左手がこうで右手がこう、左手がこうで右手がこう、それに足をつけろ、せーの、クビ。おーイエーイ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 。あともう一個あった、そうです、せーの、クビ。危ないよ、危ないよ、せーの、クビ。なるちゃんたちもライバルか、頑張んなきゃ。なんか5話と8話がすごい遠く感じるね。ね、確かにそうだね。5話までがなんかこう前半って感じがする、すごい、うん、6からくっついて、うん、ね、なんだろう、仲間が増えたことによってなのかもしれないけど。そうなんだよ、だからこの時点で4人いっぺんに戦ってないんですよね。そうだからこの時はほらずっと言ってたじゃん、4人で戦いたいね。まだ4人揃ったばっかりだよこれ。あ、そっか。だって
美奈子ちゃんとの接触がないもん。アイドルとしてしか見てないんだもんね。でもアイドルとしてあんまり出てないの。いやまだどうなるか分かりませんよねえ、まだね、楽しみはこれから、楽しみこれからだからこれをどうぞ。全部です、決まりです。これからも見ていただきたいと思います。愛してください、セーラームーン。セーラームーン、セーラームーン、愛してください。